動画をご覧の皆さん、こんにちは。プラキチです。プラキチです。あ、プラキチです。はい、皆さんどうも、こんにちは。プラキチです。はい、今回ね、手抜き動画、今年、中期にね、私が制作したガンプラをね、紹介していきます。まあ、制作つってもね、パッチ組含めはね、もっと作ってるんだけど、パッチ組、素組はね、カウントしません。ノーカンで。ではね、早速レビューしていきましょう。はい、まずはね、もう自立すら困難な、この、サック2ですね。旧100分の1キット。うん。まあ、攻め小筋消して、アドハメ加工して全塗装。もうね、すごいもうね、立つこともままならない。バイアグラ必須だね。じゃあまず見ていきましょう。まあ、正面は、ケンネケンジ。側面。もうアニメそのものの側面。ほら、もうアニメそのものじゃない。ね。ケンネケンジ。背面は、ケンネケンジ。付け合ってきた大津ケンジってことね。もう、ほんとアニメに近い。うん。いや、これぞバンダイのプラモデル。バンダイ模型のプラモデル。やっぱね、俺はこれはたまに作んないとね、なんかもう、プラモ中毒。うん。なんか、やっぱり、ね、最近のガンプラじゃね、なんか、なんだろう、満たせない欲求をね、満たしてくれるんですよね、旧キットは。うん。やっぱこのね、作り手によっていかようにもね、完成品が変わってくるね。うん。誰が作っても同じにはならない。それは旧キット。だからこそ愛情をね、注ぐ、理由になるんですよ。はい、そこでね、まずはこのザク2ですね。はい。はい、続きましてね。キベレーマーク2。うん。まあ、キベレーマーク2って言ったら、マーク2っぽく塗っちゃっただけなんだけどね。うん。キベレーマーク2っていうかね、まあ、実際ね、エヴァ初号機カラーなんですよ。うん。エヴァ初号機カラーをね、モチーフにしてます。まずね、正面は、ケンネケンジ。初期面は、ケンネケンジ。背面は、ケンネケンジ。好きなアーティストは、カエラともみっていうことやね。これね、もう4年前のキットの中からね、まあ、あれじゃないですか。あと20年ぐらいはね、新作出なくてもいいかなっていうくらいの、まあ、出来ですね。うん。まあ、体型的にはね、本当はね、なんだ、HG の初期に出たキュベレーと、このリバイブを、合わせたぐらいの体型が良かったかな。最初の HG はね、ずんぐりすぎんだけど、これはちょっとね、毛足長すぎる。この間が欲しいんだけどね。うん、まあ、しょうがないですね。はい、どこだよね。次行きましょう、次。はい、次はね、ザック3ですね。うん。ヤダンゲーブ機ですね。うん。キタンズカバーにしました。もちろんね、そんな期待はありません。うん。単に俺がね、小説版に出たとかね、嘘ついてるけど、こんな期待ないから。うん。ヤダンはね、ゲゼに乗っておりましたね。はい。こんな期待乗ってませんからね。はい。悪くないっすね、この野郎。ね。まあ、ザクチーでもやっぱラカンの乗ってるグレーがね、俺の中だとね、特徴的なんでね、そのグレーのね、ザクセリーね、作れますよ、そのうち。はい。あ、そんな感じですね、はい。お次はね、マラクサイですね、マラクサイ。うん。まあ、これ UC バージョンのね、カラーですね。うん。別にね、全くネタに走らずにね、普通に作れました。まあ、この色がね、かっこよくてね、まあ、衝撃的だったんですよ、俺の中だと。マラクサイってオレンジとさ、小豆色のツートンじゃ、あれがあんま好きじゃなくてね。うん。だこのカラーリング、悪くないっすねって、心底思いましたね。はい。あ、そんな感じです。はい。お次は、ジムスね。うん。これジオン露覚カラーっすね。ジオン軍に露覚されて使われてるっていう設定ですね。色的にはね、アビスガンダムカラーをね、使ってますね。余ったんだね。はい。いかがでしょうか。ジム自体がちっちゃいから、ザクマシンガンがすげえ迫力あって見えますよね、これ、ほんと。悪くないっすね。うん。こんな感じっすね。まあ、ジムは何回作っても飽きないから、簡単だしね、作りが。うん。またね、作れますよ、普通のカラーでね、今度はね。うん。前回も G3 カラーっつってね、ちゃんとした設定通りの色はね、塗ってないんで、まだね。はい。で、次はスラッシュザクファントムですね。うん、当時 HG 目安売のものを、私がね、HG の、ザクファントムと、あと、コレクションシリーズのスラッシュザクファントムのパーツをね、合わせて作った、メキシングキットですね。はい。車の中にね、長期パーツを置いてたらね、
あの関節がぐにゃぐにゃになっちゃって先着でね強度を増して、まあ、なんとか自立してますけど、正直ね、あんま動かないですね。もうまあ絶対リベンジしますよ。これは好きなキットだからね、うん、絶対リベンジします。で今度こそね、あフル稼働状態しますね。もうこれ AGG なのにさ、関節がもう死んでっからね、うん、瞬着で点付けしてなんとなく立ってるけど、もうほとんど動かないです。はい、もう絶対リベンジするから、うん、次ブルーインパルスカラーで塗ります。はい、最後はあららら、ザンジバルですね。これね、逆転塗装します。逆転塗装、うん、本当はこれが本体色なんだけどね、うん、どうすかこのブースター。これ戦艦もね楽しいもんですよ、うん、同じガンプラとはね、やっぱモビルスーツとはね一味違いますね。はい、そんな感じですね。はい、で皆さん本編の方、これ総集編なんで本編の方見てくださいよ。